位置する軍である。2010年国勢調査での人口は68,756人であり、2000年の61,053人から12.6%増加した。軍庁所在地はラファイエット市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウォーカー軍はテネシー州にまたがるチャタヌーが大都市圏に属している。 ウォーカー軍は単一コミッショナーが軍を統括することで、州内に9つしかない軍の一つである。ウォーカー軍は1833年12月18日に、元はチェロキー族インディアンが住んでいた土地に設立された。軍名は、ジョージア州選出アメリカ合衆国上院議員を務めたフリーマン・ウォーカーにちなんで名付けられた。南北戦争が起きると、 ウォーカー軍の男性や少年の多くがその農場を離れ南軍のために戦った。彼らは軍内や周辺軍で立ち上げられた中隊に参加した。7個中隊が記録に残っている。軍内で起きた戦闘ウォーカー軍で起きた戦闘は1863年8月21日から9月20日の近マウが方面作戦の一部だった。アメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は447.03平方マイルであり、このうち陸地446.58平方マイル、水域は0.45平方マイルで、水域率は0.10%である。アメリカ国道ジョージア修道鉄道現行路線過去の路線以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。